最高速度が20キロ以下の電動キックボードが来月から公道でも条件付きで利用できるようになるのを前に、今日警察官らが電動キックボードの体験会を実施しました。はい、あらブレーキ逃げちゃった。あ、いいかも電動キックボードの体験会に参加したのは、浜松中央署員や県交通安全協会の指導員などおよそ30人です。来月から道路交通法が改正されることで、最高速度が20キロ以下の電動キックボードは16歳以上であれば免許なしで公道を走ることができるようになります。体験会は法改正を前に電動キックボードを理解するために開かれました。バランスが取りづらかったのと、カーブで曲がったりするときにスピードが出た状態だと曲がりきれなくて怖いなというふうに思います。電動キックボードで公道を走る際は基本的に車道の左側の端を通行することが求められ、ヘルメットの着用は自転車と同じく努力義務です。